大大空襲で甚大な被害を受け、終戦直後には地域人口が戦前比で9割以上減少していた。戦後の学生改革で新生中学校が設置されることになったが、港区内には大阪市立市岡中学校1校のみが設置され、区全域を校区としていた。一方で戦災からの復興に伴い、地域の人口も回復傾向となった。 それに伴い、一岡中学校の生徒数も増加して、学校が過密化するようになった。過密化解消のため、1953年に、港区入船町一丁目8-3に入船分校を設置した。これが、現在の港中学校の母体となっている。入船分校は1年生の生徒を収容する学年分校として運営された。 翌1954年には、港区で2番目の中学校、大阪市立高中学校として独立校となった。開校当初は、従来の一岡中学校の校区を分離する形で、三線、田中、八幡や、築港の4小学校の校区を、港中学校校区とした。さらに、生徒数が増加し、1961年には、一岡、 港の両中学校の校区を再編し、大阪市立高南中学校が開校することになった。これに伴い従来の港中学校校区から参戦、田中の二小学校校区を高南中学校校区に変更している。港中学校の校区は、八幡や、実校及び港割レの三小学校の校区となった。さらに1970年代には、 生徒数が増加して過密化したため、従来の校区から蓄校、港バレの二小学校校区を分離する形で、1978年に大阪市立蓄校中学校を分離開校させている。これに伴い港小学校の校区は、現在の八幡田や池島の二小学校校区となった。ありがとうございます。